何？別荘が建ちました。そうか、別荘が建ったか。別荘は、ここでね、仲間がね、100人まで雇うことができます。つまりこれでね、もうフリーな感じ。だから、全員同じ職のパーティーとか自由なことを試せるようになりますね、クリア後は。はい。あ、早速行きたくて頑張ります。誰や別荘行こうとしとんのは。ミアルか。ミア、別荘に引っ越します。おい。あ、私も、おい。俺も、おい、君たち。俺も行こうかな、君たち全員行っちゃダメなんだよ。なんでみんな一緒に行くんだ。おーい。なんで？やだやだ、空きができましたね。新しい仲間を入れるもよし、別荘の子を連れ戻すもよし。ここから旅人の町の仲間を雇えたりもするんで、まあいろいろとね、変わってきますね。それではこれからも良い旅を。実際問題、まあゲームを続けるためにね、仲間を整理、あ、うん、はい、すいません。ゲームを続けるためにね、怪物はまあ言う存在になってます。まあそうじゃないと成り立ちませんからね。つまりどういうことかって言いますと、ああ、主人公外せますよ、ちなみに。もうここからほら。主人公もね、外せるようになります。まあ、ストーリーに関わらなくなるんでね。はい。ここからは主人公も空気です。つまり、やっぱりストーリーはありません。はい。ここで新しいダンジョンのギャラパスとネオシティが解放されます。新しいね、職業解放されたりするんですけどね。基本的にはまあ、エンドコンテンツって感じですかね。じゃあ、ちょっと覗いてみましょうか。さあ。ここに来るとですね、まずミステリー調査員がお出迎えになります。このバカバカに人間がいるなんて。シロケン、シロケンよ。いや、ただの旅人さん？なんだ、新人類かと思っちゃったわ。ごめんね。私は調査員のニアよ。はい。発見した僕のガラパスと、早速調査にやってきたのよ。へぇ、あんらよ、興味なさそうだな。でも怪物たちになかなかすまくてイライラしてんな、おい。ここガラパスの怪物たちはね、本当に強くて厄介なの。うん、もう本当に強いですね。ちなみに先に行くと本当に強いですね。はい、知ってます。先に進むつもりなら、あなたも気をつけてね。うん。特にイベントとかはないんで、まあ、ここだけかな、本当にイベントは。で、この奥地にね、ちょっとしたアイテムがあるんですけど、まあ、それはおいおいという形ですかね。さあ、こちらネオンシティ。まあ、完全に本当にもう名前をね、名前はもう背景を表すというか、あ、トランプよ。こらこら、君、危ないから帰りなさい。元大魔王トランプ、何してんだ、こんなもんで。ここ悪魔地ネオンシティ。早く立ち立った方がいいよ。なんで？ネオンシティには強力な怪物が集まってる。つまり今までのボスがね、幻影として超強化された形で集まってるっていうのは、まあ、3DS の時も言ったんだけど。ラスボスもありますからね、というか。超魔王の最強最強の怪物たち。超魔王を手に負えなくてここにやった。まあ、超魔王より強いからね、その。うへぇー。先にその確保した方がいい。僕はお勧めしないけど、でも、てかさ、面識あるんだけど、ところで、トランプここに何してる？そうだよ、面識あるよ。アルバイトだよ。大名前は迷うけど、注意する仕事さ。そっか、頑張って、うん。まあね、そういうのって大事だからね。バカにされてる気がすんの。はい、というわけでおはようございます。ティラと申します。ちょっとした僕も寝起きです。なのですね、こちらの海誰かわかりますか？そう、僕です。友人がいつも、まあ友人もスイッチ持ってるわけじゃないですか。まず DS の頃からミーのスタジオあるじゃないですか。それで作ったティラがこれなんですよ。だから友人のね、家でスマブラとかやるとね、必ずこいついるんですよ。僕のスイッチにはいません。まあ今回持ってきたんですけど、ちょっとさ、これはちょっとどうかと思うの。さ、おかしくない？僕が僕のミートピアではヨッピーはヨッピーのやつ使ってるんじゃないですか。で、僕は自分のヨッピー使わずにヨッピーの持ってるヨッピーを使うじゃないですか。まあこれヨッピーさんなんですけどね。ヨッピーは自分のことを美化するけど、他の人をね、適当に作る主義があって、まあ適当に作ってきましたね、これ。はい。というわけで、ちょっとね、これね、まあミートピアなんですよ、これ。ミートピアって皆さんわかりますよね。天才的なクリエイトができるんですよ。だからもう、原型がまるでないよっていうクリエイトまでできるんですよ。はい。というわけでね、私の考えることはこうです。このミーを、まあ、天才的にミートピアでクリエイトして、それを使おうと。ただし、
一つだけ条件を設けます。まあ、このためだけにわざわざ、アンラを呼ぶのもなんだがすごい嫌な予感がすんねんけど。あのですね、このミートピアなんですけど、このメイク、ウィッグを使うことによって、確かに理想的なクリエイトとか、もう誰だこれって、もう今までのミートは全く違うクリエイトができるんですよ。ただしですね、ここに一つ問題がありまして、このメイクとかするのに大抵使われる初期ミーの姿ってご存知ですか？つまりメイクをする前のミーですね。どんなんなんだろうと思いません？はい、本邦初公開、ポチ。まあびっくりしますよね。これすっぴんと言うんですかね。はい。すっぴんこれです。まあクリエイトをしやすいために余計な部位を残さないっていう意味でもこうなっちゃうんですよ。これを、だから、これが確かにクリエイトしやすいんですよ。ただしですよ。ただし、まあ曲がりなりにもさ、友人が何分かけて作ったミーか知らんけど、これが。この雑みたいなミーが。このなんかそうめんみたいなミーがさ、何分使ったか知らんけど、これを変えちゃうともう何でもできるじゃないですか。なのでまあほとんどのメイク動画ではあまりないですけど、基本的にメイク動画あんなるじゃないですか。逆です。このメイク、この状態、この初期ミーは変えずにメイクウィッグのみでこのティラをかっこよくさせます。できんのかな俺に。上手い人だとできるかもしんないけど、というわけで、まあ、ティラ、俺、こいつと見つめ合わなあかんのか。よし、じゃあ、かっこよくしたるで。ああ。こういう風になるんだ。鼻って強いな。隠せないんだ。ワンチャン隠せるかなって思ったけど、隠せねえ。こう、10分間何もせずに自分と見つめ合ってたんだけどさ。見れば見るほどさ、なんかさ、イライラしてきたんだけど、どうしてないの？ね。イケメンな男になってくれますよ。彼も。はい。彼になっちゃったよ。もう、僕と思ってないな。眉毛太すぎ。そんな太くないよ。毎回美容院行ってるべや。だから、急になんか眉毛剃った人間みたいになったな。このあたりはね、結構変えれるんで。あ、いいじゃん。あ、目の位置が変だな。目の位置が変になっちゃったな、随分。目がね、なんか変に上に傾いてんの腹立ってくんな。のさ、目キュインってなんか上に上げてんねんな、これ。ミーの作成パーツで。そんな上げやんでええのにね。目の位置があとね、変なところにあるから、目の位置ごと変えてしまうのは手かな。ちょっとやってみるね。いささかこれやと目でかいかな。目でかくなるな、ずいぶん。ずいぶん目でかくなる気がすんねんけど、それするとだけで。目の部分はちょっと取り払ったんで、暫定的にこれで。で、今からとりあえず白目とか作って、まあなんとか、田中、これね、多分作ってきゃわかるけどね、鼻と口が絶対目、悪目立ちしてるわ。参ったなぁ。なんでこんな難しいことさせるんや。自分がしとるだけやけど。というわけでやってきたんだよ。この方ですね。ねえ、君、君。ちょっと聞いてよ。実は瀬戸の屋敷にね、怪物が住めちゃったな。その怪物っていうのがね、お、ば、け。わー、怖いよー。それでね、お願い。屋敷からお化けを追い出して。このお願いを引き受ける理由は、結構あります。はい。まあ、クリア後ですね。これが解禁されるのも。なのでね、これ引き受けて、このお願いはね、ちょっとクリアしてみようと思います。
ああ、目こんなんでよくない？めっちゃ頑張ったけど。目はだいぶいい感じになったな。アニメ調な、なんか、目になったね、だいぶ。目に40分くらいかかった。はじめはこんな顔でした。あれから1日が経ちました。見せます。ね。ミートピアによってね、この友人が作った僕のバカにしたようなこの感じのティラが生まれ変わった姿をご覧ください。ドン！頑張ったよ。めっちゃ頑張ったよ。どうすればあの口を隠せるかなって思ったり、どうすればあの目を隠せるかなってなったり、その結果これです。あのさ、ますます鼻がもうね、これ鼻小さくしたらマジでさ、あれじゃない、普通に美少女になれるんじゃねえかな。口も自分で作ったんだよ、これシールとか貼ってさ。これね、口紅から貼ったんだ。口紅で、ね、ほら、この口紅でこの辺り貼ったんだよね。めっちゃ頑張ったよ。せっかくだからこれさ、白にしてみる？あ、牙みたいになった。牙みたいになったぞ。あ、牙の生え際としては逆だな、でも。いや、ともかくこれだよ。頑張ったよ、俺。めっちゃ頑張ったわ。友人に早速これをね、LINE してね、ちょっと伝えようと思います。ちょっと友人もさ、度肝抜かすんちゃうかな。友人が作った俺のがここまで変わったよね。もうちょっと友人 LINE します。というわけでね、このティラの名前をね、ティラコにしようかな。ティラコ。こいつの名前はティラコにします。ティラコ。ティラコで、あの言った通りね、あの鼻縮めます。はい、鼻は縮めるよ。じゃあ、本当に鼻縮めてみるね。みんなだってこうやって作るからね、結局のところ。はい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 。で、ティラコなんで性別女にします。オッケー。ティラコ。どう？普通に可愛い。愛嬌があるな。愛嬌があるんじゃない？これ、ちょっと待って待って待って。いや、愛嬌あるな。可愛いんじゃないの、普通に。なんだよ、これ。元の造形知ってるからさ、マジでさ、びっくりするぐらい変わったんだけど。可愛いんだけど。いいね。普通に可愛いじゃん。お前、今日から俺のパーティーに来いよ。おお、来たな。ティラコは自分のことなんて言いますか。なんティラコって。独特だな。独特だな、お前ら。お化け屋敷来た。ね。怖っ。雰囲気がやばいな。さあ、お化け屋敷でね、ティダコを完全にこれキャリーです。皆さん、これがキャリーです。わかります？レベル1をさ、今から俺はキャリーすることになります。まあ、リリア様がやってくれだろう。いけ！リリア様、メガライトニング！お、強っ。やっぱりこれがキャリーですか。キャリーの瞬間を今俺見てるわ。ポンポンレベル上がっとる。さあ、ボスの、おー、かわいい。これはこれでかわいいボスだな。わー、お化け！いくよー。てっきりさ、顔取れるんだと思ってた瀬戸が、ドッキリパペット。とりあえずティラコ下がれ。ティラコ下がれ。お前、3人でやるから。3人と瀬戸ちゃんでやるから、任せとけ。こうなると、シャイニング打った方が早いね。行こう。さ、行こう。アンナたちか？手助け。多分これシャイニングめっちゃ出るよ。行くよー。シャイニング！わー、ずーい。リネ様、バリアー、オッケー。いいよ。それいい。マガギル !200 出んの？強っ。何すんの？毒？うわ、強っ。まあまあまあ、でも、3人で十分戦えるな。いや、3人で勝て。ティラコは休憩中。ねえ、あいつ役に立たないんだけど。しかも安全地帯さ、疑似的に使えないみたいなもんだからね、これじゃあ。疑似的にこっち。
嘘でしょ。はい、リディアが手助け。あれ終わるな。終了、シャイニングそれでいいのかよ。完全にキャリーの瞬間見たわ。うわー怖かったでもおかげで屋敷は取り戻せたよ。お礼に、これ我が家に伝える大事なもの。これでね、ヴァンパイアの転職は可能になります。やったね。さあ、これでね、エルフの守りの時もこの感じがあったんですけどね、このお豆が輝き出して神の力目覚めね、ヴァンパイアに転職できます。ヴァンパイアね、ぶっちゃけ言うとめちゃくちゃ強いっす。かなり怖いだったね。 3DS の時も紹介したんだけど、マジで強い職業です。これでヴァンパイアに転職できるぞ。いや、不死身の力、確かに不死身だよ。ほっといても復活するっていうとんでもない特徴持ってるからな。さあ、まあこれでね、愛用の棺桶でねってそんなんで出んのかよ。まあ瀬戸ちゃんにはね、これからもしかしたらお世話になるかもしんないですけど、じゃあとりあえず今回はこれぐらいにして、次回はどうしようかな。ちょっと間開けて収録してネオンシティの攻略でもしましょうか。いや、ネオンシティどうなんだろうな。一応エルフの守り手に入れるぐらいは相当強かったから、まあちょっと鍛えてだね、ティラコじゃあ今回はこれぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。